ですね。はい、今現場が変わるということでいろんな準備も必要になりますけど、あの請求書のね、あの日付とかそういうのも、ね、皆さんバタバタですよね。忙しいと思いますけどね。そんなわけで、はい、最初の曲でございます。はい、オフサイドガール、はい、これはサッカーの応援歌ですよね。ひとみちゃんのデビューシングル、はい、CD でございます。はい、今年は、6月に、女子のワールドカップがフランスで開かれますので、はい、頑張って日本を、ね、応援しましょ しょうということで、はい、サッカーボール出てまいりました。はい、はい、ひとみちゃんサッカー得意なんですよね。はい、今習ってサッカー、はい、どんなのが得意ですか。バナナシュート、ね、バナナシュートということは、はい、スッと行ってどっちに曲がるんですか。右に、こっちに曲がる。左から、左に曲がります。どっちに曲がるか分からないのでちょっと蹴ってみます。はい、危ないからどうしますか。じゃあ上から行きましょう。スローイングね。はい、さあキャッチした方、はい、おめでとうございます。バナナプレゼント、はい、いや、マジでバナナ。じゃあ、棒が回収します。はい、そんなバナナ、よー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 、さすが怖いですね。はい、じゃあもう一バナナあります。はい、もう一バナナ、それー、はい、はい、はい、おめでとうございます。バナナイケメンのカメラマンさん、はい、どうぞ。ありがとうございます。どうぞ。ではオフサイドガール聞いてください。イエーイ、イエーイ。I'm not afraid to die.
ね、6万人もいるといろんな方がいらっしゃる。はい、この後もね、素晴らしいアーティストさん、そうですね、いっぱいいますのでね、楽しんでってくださいね、はい、じゃあ続いては、はい、ご紹介してください。はい、星野まなみ先生です。めっちゃ美人です、はい、みんなびっくりしてくださいね。じゃあまなみさん、どのマイクで歌ってもらうと、あれがいいです、それが、はい、とても美人で可愛くてね、先ほど番組があったんですけど、はい、ね、なんか占っていただいて、すいません、はい、本当にありがとうございます。じゃあ、ひとみちゃんを置いてまいりますので掛け合いに使いながら、はい、歌っていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本業は占い師をしておりまして、1年前に、占い師15周年記念として、CD をリリースさせていただきました。それが、占い師なので恋を叶えてくれるタロットという曲を作詞作曲いたしまして、あと、昨年の犬年の、犬の日の、去年の11月の1日に、愛犬に向けた歌を、作曲が、元 CCB の関口誠さんに作曲していただきまして、作詞は私が、書かせていただきました。その2曲を本日歌わせていただきたいと思います。1曲目は、愛し君のという愛犬に向けた歌、作曲が関口誠さんです。聴いてください。
こちらは私が作詞作曲をしました。タロ恋愛で、タロットカードでこのカードが出たら両思いになれるとか、破壊のカードが出ても対策カードを引いたらうまくいくとか、そのような恋愛のタロットと恋愛の解説書みたいな歌になっております。聞いてください。おしゃべりが苦手で
どうすればよろしいですか。ありがとうございます。はい、星野真奈美のホームページをご覧いただければ、はい、メール鑑定、電話鑑定と、ただいま対面鑑定は、リピーター様だけ受け付けておりまして、星空の星に乃木坂のの愛が実ると書いて星野真奈美と申します。よろしくお願いいたします。お伺いしたんですけれども、なんかワンポイントだけ人生が良くなる、お金が入ってくる、お財布の選び方っていうのを皆さんにちょっと教えてあげていただけますでしょうか。はい、はい、ありがとうございます、はい。ピンクのお財布が七夕財布と言われておりますので、はい、ピンクのお財布、男性は持ちづらいかと思うんですが、男性、黄色とかゴールドはすごく華やかになるので、はい、出入りが華やかにはなるので、たくさん入るけれども支出も大きい。